ガンビーの一家、ガンビーの一家、ガンビーの一家、ガンビーのクライムファミリーは、ニューヨークマフィアの五大ファミリーの一つ。1931年に、ラッキー・ルチアーノによって、ニューヨークマフィアが古代、ファリーに再編された時に、旧、サルバトーレ・ダキーラのファミリーを母体として誕生した。1900年代後半、シチリアのパレルモ出身のサルバトーレ・ダキーラがハーレムで、ギャング団を率いた。 コルレオーネ系のモレロ一家のパートナーとして、頭角を表し、1910年に、モレロ一家ボスのジュゼッペ・モレロが、監獄送りになった時、ボスの中のボスを宣言し、1910年代前半、モレロ一家残党と抗争した。モレロと共に、監獄送りになった、イニアツヨルポ・パレルモ派閥の後継者を辞任し、その縄張りを継いだとの説がある。 当時パレルモルーツの派閥にダキーラ派とアルミネオ派があり、アルミネオ派はモレロ派残党やカステラン・マレーゼ派と同盟してダキーラに対抗した。1910年代中頃、モレロ派がカモンラ戦争で疲弊している間、ダキーラ派は勢力を伸長し、禁酒法時代ブルックリに拠点を移した。ダキーラはライバル勢力にスパイを送り込み、危険分子を粛清するなど、 水面下の策傍に長けたと言われる。ダキーラはまた、クリーブランド、シカゴ、ボストン、フィラデルフィア、ニューオリンズなど全米各都市のシチリアマフィア勢力とネットワークを築き、互いに信頼関係を築いた。1920年にモレロ・ヤルポが出所し、王子の権力を取り戻そうと活動を始めると、ダキーラはマフィア会議を開き、モレロ波山島にまとめて、死の宣告を出した。 その後2年間、ダキーラ派とモレロ派は再び抗争状態となり、酒の密輸の縄張り争いを伴って激化した末、十数人の死者を出した。1922年、酒の密輸で力をつけた、ジョーマスセリアがモレロの指示を得てダキーラ派四角、ウンベルト・バレンティを帰り討ちにしたため、ダキーラの野望は頓挫した。1928年7月に暗殺された。 フランキー・イエールの南ブルックリンの縄張りをめぐって、ダキーラが乗っ取りを仕掛け、これにマッセリアが待ったをかけた。同年10月、ダキーラは暗殺され、実行犯は捕まらなかったが、マッセリア、モレロ、アル・ミネオの凶暴と信じられた。マッセリアは縄張りを、アル・ミネオに任せて、間接支配した。イエールやダキーラの相次ぐ暗殺は、ブルックリン情勢に混沌をもたらし、 権力の空白を埋めるべく各ギャングが暗闘を始めた。ダキーラ派山党の一部は、北ブルクリンのカステランマレーゼ派との刑に走った。ダキーラの後釜に収まったミネオがもともと率いていた、派閥は、抜けた穴を埋める形で、サルガトーレ・リベラ、ついで、ジョゼフ・プロファチがボスを継いだとの説がある。その場合ミネオは、プファチ一家、ゲンコロンボ一家の創設者となる。 1928年12月、クリーブランドで開かれたマフィア会議に、ビンセント・マンガーノやプロファチ、ダキーラの側近だったジョゼフ・トライナなどが参加した、警察の手入れに合い会議の存在が見した。会議の目的は、イエールやダキーラなき後の密輸の縄張り処理だったと、見られる、マッセリアやアルミネオは、不参加。1920年代後半、 ダキーラ暗殺に続いてカステラン・マレーゼ派を攻略したマッセリアはドーハのサルバトーレ・マランツァーノの頑強な抵抗にあったカステラン・マレーゼ戦争。1930年11月、ミネオはマランツァーノとトミー・イガリアーノの合同暗殺チームに暗殺されマランツァーノの支援を得てミネオの支配に抵抗していたダキーラ派残党のフランクス・カリーチェ・ガオリを奪い返した。 1931年4月、マッセリアは自身の部下に裏切られて暴殺され、スカリーチェはマランツァーノにより改めて旧ダキイラ組織のボスに任命された。1931年9月、マランツァーノがルチアーノに暗殺されると、マランツァーノに近かったスカリーチェは後ろ盾を失って、ボスの座を下ろされ、代わって、ヴィンセント・マンガーノがボスに担ぎ上げれた。ダキイラから、 ミネオ、スカリーチェ、マンガーの一台挟んで、カルロガン・ウィーノまでの全員が、パレルモ市出身のパレルモ派閥である。モレロ一家、レーナ一家などのコルレ,レオネ派閥や、カステラン・マレゼ派閥と対地される。1916年のマフィア、モレロ一家・カモンラ戦争で、カモンラの主要リーダーが投獄された時、ダキーラ派が、カモンラの残党を吸収したのが発端とされる。 1920年代、漫画のラ・ブルックリン臨海区のシチリア勢力、パレルモ派閥は、カラブリア系のフランキー・イエールと共同で、臨海区を支配した。1928年に、イエールがアルカポネ一面に殺された時、ナポリ系、カラブリア系勢力は、南ブルックリンのシチリア勢と激しい縄張り争いを展開した。カラブリア系のアルバート・アナスタシア一派は、 マンガーノと結託して、臨海区の同郷、カラブリア系ギャングを暴力で排除した上、プロファチラ南ブルックリンのシチリア勢と和解した。最終的にこれら南ブルックリンの非シチリア勢力は、マンガーノ一派と、プロファチ一派に吸収された。マンガーノは、ルチアーノと親しいアナスタシアを、副ボスに据え、再スタートを切った。両者ともユダヤ系ギャングとの合同組織。 マーダーインクの幹部となり、暗黒外の反逆者や裏切り者の処刑業務に関与した。1933年の禁止法終了後は、組合ゆすりや氷菓子、宝くじやナンバーズ賭博に収益源を求めた。ブルックリンの臨海区の港湾組合を支配し、キックバックやピンハネ、船の入出港を仕切って、貨物の横流しや転売でも受けた。 1940年代初頭、エーブレルズの密告により、マーダー・インクの処刑業務深く関わったアナスタシアに、捜査が及ぶが、名優フランク・コステロが裏で手を回し、救われた。漫画アノは、アナスタシアと臨海区支配や、性的排除を通じ20年以上タッグを組んでいたが、次第に、ボスの自分を無視して勝手に他のファミリー幹部に便宜を図るアナスタシアと関係が悪化した。 1951年4月、マンガーノは行方不明になり、同時にマンガーノの弟で一家の相談役フィリップは沼地で銃殺死体で発見された。両方ともアナスタシアが殺したと広く信じられている。コステロ一家、ゲンジェノベーゼ一家のボス、フランク・コステロがアナスタシアの起手破りのボス殺しを事前に了解していたとされる。コステロは ボスの座を狙う美とジェノベゼを牽制するため、アナスタシアを一家のボスに後押しした。アナスタシアは、副ボスに、古産、フランク・スカリーチェを据えた。スカリーチェの副ボス抜擢は三家に抱える、シチリア勢力を懐獣する意味があったとされる。この時代、ファミリー上層部が、小遣い稼ぎにメンバーシップを乱発し、組織が膨張した。メンバーシップの乱発はオメルタに触れ、 スカリーチェが責任を取らされて1957年6月に粛清された。アナスタシアはギャンブルに溺れるようになり、貧血状態に陥って、他のファミリーの縄張りを狙うなど悪評が高まった。特にキューバの賭博利権に割り込もうと、キューバに大きな利権を持っていたフロリダのサントトラフィカンテに触手を伸ばした。その後、 ファミリーは、ジェノベーゼの権力闘争に巻き込まれた。1957年5月、コステロは、ジェベーゼの手が、ヴィンセントジガンテに狙撃され、暗殺は免れたが、組織からの引退を決意した。アナスタシアは怒り狂い、ジェノベーゼと戦争する場合は中立を保つよう他の、ボスに働きかけた。ジェノベーゼは、アナスタシアの報復を恐れ、スカリーチェを継いで、副ボスになっていた。 カルロ・ガン・ウィーノを抱き込んで、アナスタシア暗殺を凶暴した。1957年10月25日、アナスタシアは、マンハッタンのパーク・シェーラトンホテルの利用室で人組に、銃撃され即死した。当局は密告者の情報をもとに、一家の古参幹部のジョー・ビヨンドが、ガン・ウィーノから仕事を受け負い、自前のクルーから暗殺チームを作ったと推論した。ビヨンドは直後ボスに昇格したが暗殺の、 見返り人事とされる。数年後のギャロ対プロファチ戦争で脚光を浴びた、プロファチ一家のギャロ兄弟が後になって実行犯として、脚光を浴びたが、別ファミリーの末端にいたギャロへのつながりが、想定しづらいことやファミリー執行部と対立するギャロに、重要な暗殺の仕事を委ねる、現実味が乏しいことから、伝説の意気を出ていない。捜査は、理髪点で、 アナスタシアと一緒だった一家のジェロームスキランテや、アナスタシアと暗殺の前日に会っていたサンと、トラフィカンテに及んだが、犯人の検挙に至らなかった。アナスタシア暗殺は、ジェノベーゼとガンビーノの共謀というのが定説だが、マンガーの兄弟、スカリーチェ兄弟と、相次いで、シチリア人を殺したアナスタシアに対する、ファミリーの垣根を超えた、シチリアマフィア層での復讐とする説もある。 ロスの座についた、ガンビーノは、ジェノベーゼの区靴に収まらず、ファミリー外交を始めた。ジョゼフ・ボナンのプロファチの同盟関係に対抗して、1962年、トーマス・ルッケーゼとの政略結婚を通じて、味方陣営を固めた。ギャロ戦争を口実に、プロファチに圧力をかけ、引退に追い込もうとした。 1962年プロファチが病死すると、副ボスで側近だったジョゼフ・マリオッコのボス就任を認めず、グツのジョゼフ・コロンボを据えることに成功した。旧プロファチ一家を自陣に加えた、ガンビーノは、ジェノベーゼが投獄され不在の中、コミッションの主導権を握った。プロファチに続いて、ボナンの一家の切り崩しを図り、自身やルッケー税暗殺を企てたとの理由でボナンの、 を必要に求断した。ボナンロは、息子に全権を譲って引退するなどと情報案を出したが、ガンビーノを中心とするコミッションに拒否されたため、ボナンロは、引退を撤回して状況は、泥沼化した。その後、ボナンロ一家の古参幹部の不満を利用して、内部分裂を起こさせ、最終的に、ボナンロを引退に追い込んだ。ファミリー内では、旧アナスタシア派の粛清を行ったが、 1960年代半ば、アナスタシア派で人望の扱ったアニエロでラクローチェを副ボスに抜擢し、アナスタシア派の怪獣と監視の両方の役目を与えて、組織の分裂を防いだ。1967年ルッケーゼの死亡後、そのガーメント地区の組合理研をのっ取った。一家は拡大を続け、構成員は正式メンバー以外の関係者を含めると、数千人に達し、 ペリトリーはニュージャージー、カリフォルニア、バルティモア、フロリダ、コネチカットまでを呼んだ。1976年のガンビーノの死までに、ファミリーはジェノベーゼ一家に代わって、ニューヨーク最強のファミリーとなった。ガンビーノが自分の後継者に、副ボスのデラクローチェではなく、いとこのポール・カステラーノを指名したことから、ファミリーの運命には影が差すようになる。カステラーノは、 ファミリーの合法ビジネスの進出に力を注ぐとともに、組合や企業ねだりなどのホワイトカラー犯罪に基盤を持った。デラクローチェを頂点とするグループは、闇賭博や麻薬、強盗、売春など、従来のストリート系、ブルーカラー犯罪に基盤を持ち、明確に異なる派閥を形成した。1985年12月2日のデラクローチェの死を契機に、 カステラーノの粛清を恐れたデラクローチェ敗下の筆頭、ジョン・ゴッティは、同年12月16日、カステラーノを暗殺し、一家のボスの座に就いた。起き手破りのボス殺しとして、マフィア層での復讐にさらされ、側近らを殺害されたゴッティは、ジガンテラ・マフィアの実力者への釈明に奔走した。その後ゴッティは、最も有名なマフィアのボスとして、メディアを賑わせたが、 1990年に逮捕、収監されて2002年に獄死した。1970年代半ばから FBI の摘発は厳しさを増し、副ボスのサルバトーレ・サミーザブルグ・ラバーノなどの司法当局への内通者が続出するに至って、ファミリーの統制は地に落ちた。現在では再びジェノベーゼ一家に最強のファミリーとしての地位を譲っていると思われるが、現在でも、 ブルックリンとスタテンアイランドの労働組合を支配している。近年ではシチリアマフィアとの連携を再び強めているとされている。1981年にサルバトーレリーナラに殺害されたの家族と部からを迎え入れた。さらに2011年にシチリア出身のドメニコ・チェファルーをボスとした。そして2015年にインチェリッドと親族関係にあるフランクカリ、 フランク・フランキー・ボーイ・キャリーが、アンダー・ボスから巣に昇格し、現在に至る。現在の副ボス、ストリート・ボスと、アンダー・ボスは不明。コンシリエーレは、ジョゼフ・コロッツォ、ヨゼフ・ジョジョ・カーッツォ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。